3. ふかふかの土作り頑張るぞ。今年こそ野菜作り成功させるぞ。え、そもそも土ってどんな土が一番いい土なの？塾長はこの動画で最速でできる土作りの方法を教えてくれたけど、そもそもどんな土を目標にしたらいいんだろう。わからない。あ、塾長に聞こう。元気かかし。あ、ちょうど塾長来てくれた。え、何？あのね、土作りって言うけど、一番いい土って一体どんな土なんですか？ほらほら、この動画で塾長、土壌改良剤めちゃ詳しく教えてくれたじゃないですか。この動画、神動画だと思うんです。それぐらいめっちゃ良かったんですけど、そもそも、どんな土を目指したらいいんだろうっていうのが分からなくて、今日聞こうと思ったんです。おう、なるほど。オッケーオッケー。ふかふかのとてもいい土っていうのは、433の法則。これを目指したら、いい土。そして、いい畑になるの。433の法則？何それ、僕聞いたことないわ。 OK、 じゃあ今日は土作りで必要な、そう、目指すふかふかの土433の法則について、現役農家そして元公立学校の農業の先生であった私塾長が詳しくご紹介したいと思います。農業塾チャンネル。はい、本日も元学校の先生として農業を教えてた塾長とスーパーアシスタントのかかしのかかしでお送りしたいと思います。で、塾長、今日はふかふかの土になる433の法則っていうのを教えてくれるんですよね。はい、そうです。ちなみにかかし、そしてご視聴いただいている皆さん、ふかふかの土にするための433の法則って知ってますか？それがわかんないんですよね。初めて聞いた。 OK、 じゃあかかし問題。先ほどから言っているこのいい土の作り方、433の法則、一体何のことだと思う？433の法則？あ、わかったぞ。ふかふかの土にするために4人で作業するぞって言って、3人は最後まで頑張る、そしてもう1人は三日坊主で諦める。いや、全く意味がわからん答え。てかかし、これ三日坊主で終わるのってかかしいでしょ？バレてた。いやいや、433の法則ってこれじゃないから。やっぱり？え、塾長、433の法則って一体何なんですか？はい、じゃあ今日は433の法則についてご紹介したいと思います。やった、フリップカモン。よいしょ。433の法則っていうのは、この動画とこの動画でもご紹介したみたいに、土っていうのは土壌の三層構造っていうのでできてるんだけど。あ、わかりますよ。土は固体の部分、そう、土壌の粒子とか動物の分解物とかがある、土層。そして水の層の部分、そう、液層。そして土の中の空気の部分、そう、地層っていうのがある。これが土壌の三層構造っていうんですよね。おお、よく覚えてたね。
素晴らしい。えっけん。さあここからが本題なんだけど、土っていうのは先ほどカカッシーが言ってくれたみたいに個層、液層、気層の3つ、この層が上手に組み合わさることによって通気性や保水性、そして肥料をしっかり土の中で持っておく養分の保持だったり、根っこの伸ばしやすさなどなどすごく影響してくるの。さあこの3層のバランスが野菜作りにとって、そうふかふかの土にとってとても重要になってくるの。うん、簡単に言うと土と水と空気のバランスが程よければ程よいほどいい野菜作りができるってこと？うん、バッチリ。さあちょっと遠回しになっちゃったけど、このバランスっていうのが433の法則、これでいい土かどうかが決まるの。出た433の法則、どういうこと？ OK。 この個層、気層、液層の割合がいい土っていうのは、個層が 40%、 そして液層が 30%、 そして気層が 30%。 そう、40-30-30、 この433の法則、これに当てはまった土っていうのがとても野菜作りがしやすい、そうふかふかの土って言われてるの。そうなの？まあ知らなかった。で、例えばこの個層、この個層が 50% 以上、こういう土はガチッとした硬すぎる土って言われてるの。あ、奥の畑これだ。そして逆にこの個層部分が 30% 以下っていう土は逆に柔らかすぎちゃうの。あ、そうか。例えば個層の割合が少なくて液層の割合が多かったらめちゃめちゃの土っていうことですよね。おお、そう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 、こういうのを湿地帯っていうよね。ああ、湿地帯の土はこういう割合なんだ。そうか、これだったら水が多すぎて野菜が溺れちゃったりするんだ。そう、根が腐っちゃったりするの。うわあ、わかりやすい。ということで目指すところは433の法則、個層 40%、 液層 30%、 そして気層が 30%、 こういう割合の土っていうのが皆さんが目指すべき良好な土、そうふかふかの土になりやすい条件なの。おお、すげえ。え、ちょちょちょ、めちゃめちゃわかりやすいし433の法則僕覚えたんですけど、そもそもこの433の法則にしようと思っても、自分の畑がこの個層 40%、 液層 30%、 地層 30% になってるかどうかっていうのがちょっとわからないんですよね。これってどうやって見分けたらいいんですか？おお、めちゃめちゃいい質問。そう、それを説明しようと思ってたんだけど、かかし、自分の畑の土、触った感覚ってわかる？え？自分の畑の土を触った感覚？うん、そう。実は我々農家っていうのはもちろん野菜作りをするんだけど、野菜作りをするよりも実は土作りっていうのに重きを置いてるの。そもそも野菜が育つための、人で言うためのベッド、このベッドがしっかりできてないと野菜にストレスがかかったり、はたまた病気の元になってしまったりするの。そうならないためにこの土作りっていうのに力を入れてるの。え、そうなんだ。うわー、なんか農家さんのお仕事ってお野菜作るだけだと思ってた。そうか、土を作るのも確かに農家さんの大事なお仕事ですね。そう、でそこで
農家さんたちはまず自分たちの土、これを触って確かめるの。触って確かめる？そう、先ほどの433の法則になってるかなっていうのを実際の自分の手で触って、なおかつその触り心地、そう食感で土のバランス、これを見てるの。わあ、そうなんだ。ってことは、僕の土の畑を触ったら、前に教えてくれたこの土壌改良剤、何を入れたらいいかっていうのがプロはわかるってこと？うん、そう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 、そういうこと。実際に触ってその土の状態、これを診断するの。わあ、病院の先生みたいだ。じゃあ、ちくと、僕の畑、土、触ってみてください。オッケーオッケー、行こう。そう。ということで、僕の畑、到着。ちくと、触って。オッケーオッケーオッケー。なるほどなるほど。たかしの、この土、ちょいざらだね。おう、これは触った時の感覚、そう、この指の感触でこの土がどんな土かっていうのを診断してるの。ん？ちょいざら？ちょっとお皿が作りやすい？いや違うわ。じゃあ、かかし、この表を見てみて。え？この表何？はい、これは土っていうのを極分に分けた表なんだけど、実際にこれを触ってみて野菜作りに適している土かどうかっていうのを調べる、こういう方法があるの。これを土壌の土性判定法っていうんだけど、実際に触ってみてその土がどんな土かっていうのを指の触感で判断する方法、こういう方法があるの。知らない、ちくちょ、詳しく教えてください。 OK、 じゃあ順番に上から説明していくね。お願いします。まず触った感覚がザラザラとした感触、これが砂土っていう土性区分になるんだけど、これは漢字の通り砂、土って書いてあるように砂系の粒子が多い、そう少し粗い土、これがザラザラっとした感覚の土。この土の場合粒子が粗いので水持ちっていうのが期待できないの。そう、水がどんどん流れ落ちちゃう、こんな感じかな。わあ、なるほど。でもその代わり水はけって言って、そう、水が溜まりにくいからサラッとしてる水はけ、これがとてもいいの。うんうん、水持ちが悪い分水はけがいい、わかりやすい。そして声持ちって言って肥料をガチッと止めておく、こういう力、そう、この声持ちもザラッとした粗い土なので、この声持ちも悪いの。うわ、そうなんだ。ってことは水はけだけがいい土っていうこと？うん、そういうこと。わあ、なんか残念。じゃあ次は？オッケー。次は砂浄土っていう土性なんだけど、これはちょいつる。ちょいつる？うん、ちょっとつるっとした感覚、これをちょいつる。ああ、なるほどなるほど。じゃあ特徴は？はい、この砂浄土のちょいつる土壌っていうのは、水持ちは先ほどの佐渡よりもいいんだけど、と言っても水持ちは悪い。うん、なるほど。そして佐渡と同じようにこの砂浄土も水はけっていうのがいいの。おう、水は流れやすい。そうそう。そして声持ち、これは佐渡ほど悪くはないんだけど、やっぱりいまいちって感じなの。
そうなんだ。というのも、この砂浄土まではやっぱり土の質っていうのが荒いの。なので粒子が大きいため、野菜作りにはちょっと難しいなって感じかな。おお、なるほど。じゃあ次、浄土。うん、この浄土っていうのは指で触った感触がつるざらって感じ。つるっとしてるけどざらってしてる。そう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 。この土は実はとても水持ちが良くて、そして水はけもバッチリ。水持ちが良くて水はけがいい、なんか難しいな。うん、これは感覚で覚えといて。オッケー。そして肥持ち、この土は肥持ちもいいの。そうなの。ベストな土だ。うん、そういうこと。じゃあ他の土も教えて。オッケー。じゃあ次は食浄土って言って、この土は触った時にちょいざら。あ、僕の畑の土だ。おお、そう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 。この土の特徴は？はい、水持ちはオッケー。おお、水持ちがいいんだ。じゃあ水はけは？うん、水はけはちょい微妙かな。え、そうなの？うん。じゃあ声持ちは？はい、声持ちはオッケー。で、やったー。ってことは、この僕の畑の食浄土っていうのは水持ちはいいけど水はけがいまいち、でもその代わり声持ちはいいって感じなのか。おう、そう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 。じゃあ最後に食道、これは？はい、これは指の感触っていうのはツルツル。ツルツル。うん。じゃあ特徴は？はい、この食道は水持ちが良くて水はけはとても悪いの。その代わり声持ちはいい、こういう土なの。ツルツルで水持ちが良くて水はけがいまいち、でも声持ちがいい。あれ、これって水持ちが良くて水はけがいまいちってことは田んぼとかの土にいいってことじゃないですか？おお、かかし、そうそうそう、実はそうなのっていう感じで、実は土っていうのは触ってこの感触で大体どんな土かなっていうのが分かっちゃうの。へえー、そうなんだ。じゃあかかし、今日の433の法則に当てはめると、この中でいい土って言われるのはどれか分かる？この表を見たら一目瞭然、真ん中のつるざら、そう、浄土がいい。はい、その通り。そう、この浄土の粒子っていうのがとてもいい土って言われる良質な土壌なの。へえ、そうなんだ。さあ、これを以前のこの動画当てはめてもらって、自分の土が触った感覚、そう、ザラザラっとしてる砂土だった場合、水持ちと声持ち、これがいまいちってことは、土壌改良剤でいうところの保水性を上げるパーライト、これを足してあげたり、声持ちの良くなる泥炭、特に有機物中の腐食酸含有量が 70% 以上のものを加える、そう、この2つを加えることで土壌の改良ができるっていうことになるんだね。おお、なるほど。そうか、この土の感触を触って確かめて、そして必要な土壌改良剤を入れることで最速の土壌改良ができるってことか。はい、その通り。という感じで、今日は以前のこの動画、最速にできる土作り、これの補足っていう形で動画を作らせてもらいました。もしここまで見てまだ
この動画見ていない人はぜひ見比べながら自分の土が今どんな状態なのかを確かめてみてください。そして必要な土壌改良剤、これを入れることで今年からいい野菜が作れる畑になるはずです。はい、こうやって自分の野菜作りに合う土作りっていうのをしてあげれば上手な野菜作りができるはずです。ぜひ皆さんこの方法で試してみてください。はい、やってみます。という感じで、この農業塾チャンネルではリアルな農家をしている私塾長が今まで学校現場で教えてきた農業の技術を視聴していただいた方にもお伝えできるチャンネルとなっております。ぜひ今後も皆さんの農業ライフを楽しめるサポートをしたいと思っております。ぜひチャンネル登録していただいたら嬉しいです。そして今日この動画ためになった、よかった、知らないこといっぱいあったという方はぜひグッドボタンお願いします。たくさんのグッドボタンもらえたら次の動画を作る励みになります。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ塾長、来週もためになる動画よろしくお願いします。 OK、 お楽しみに。ああ塾長、挨拶挨拶。はい、ではいつもの挨拶いたしましょう。皆さん準備はよろしいですか？はい、それでは行きます。せーの、まったねー、バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで見てくれた皆さん大好きです。今後も農業塾チャンネル